はい、こんにちは。まったりおじさんゲーマーでございます。今回も COD モバイルをやっていきたいと思います。今日はね、バトロワやっていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。今ね、マスターの1かな2かな。はい、まあなかなかね、上に上がれないのでね、トップ10に入れるように楽しみながらやっていきたいと思います。願わくば一等賞ね、一等賞が取れたらいいですね。あ、始まる。よろしくお願いします。おじさんはね、逃げて逃げて逃げ回るっていう戦略で遊んでますんで、はい、よろしくお願いします。あまり人がいっぱいいないところ、まあ、クラッシュも多そうなんだけど、まあ、クラッシュでいいわ。クラッシュの外れ、あ、いた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 。何もないや。あった。様子見。向こうだな。あ、いた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 。降りていった。いるね。いるけど、どっか行ったな。よし、クラスのアップグレード。あ、また来た。慌てないでゆっくり行きましょう。あ、また降りてきた。おお、終わった？あ、いる。いけるかな？あ、消えた？よし、これでもいないな。あ、どうしよう、掘るが。よし、掘るがに切り替えたらレジェンド武器になるんでしょうね。これ面白い。ない。よっしゃ、行こうかな。弾が少ないんだけど、弾あるか。あ、まだいるな。まあいいわ。
よし、ケケイ。クラスのアップグレードはやっておきたいけど、結構ね、他のプレイヤーさんもいるんですよね。あと、アーセナルエアドロップもね、最近取りに行ってません。結構ね、他のプレイヤーさんいっぱい集まってくるんで、まあ、タイミングを見ながらずらして取りに行ってますけど、まあ、レジェンド武器もらってるんで、ホルガー26を拾えば、ね、レジェンド武器に変わるんで、まあ、それでいいのかなと思ってるとこなんですけどね。さ、誰もいないよな。足音聞こえない、気配なし。よし、あ、大丈夫か、銃声か。とりあえず、ここに隠れようか。マップチェック。この付近ですね。はい、まあ、様子見ようか。おじさんはね、ゲームする時間ってだいたい午前中から夕方ぐらいまでかね。はい、夜はね、ほとんどゲームやってません。というのもね、夜動画作ったり、あと別のチャンネルで YouTube ライブを行ってるんで、夜はね、あまりゲームはしませんね。結構夜にね、強いプレイヤーさんいっぱいいるんで、おじさん勝てないんでね、あまり強い人がいない午前中とかにやってます。よしよしよしと、もうすぐか。まあ、待ち伏せっていうか、隠れてる時間の方が長いんで、あそこから丸見えだよな。もう気配ないな。あ、車来た。あと少し、どこに変わるかな。よしよし、スタンドオフか。はい、ギリギリのところ狙って移動しよう。あ、なんかあるか。いるね。どこだ。どっから来てる。後ろ。よし、
あとどのくらいかな。あと少しか。とりあえずアンチギリギリに入ってまた潜んで様子を見ましょう。ファームとファーム通り過ぎようか。結構他のプレイヤーさんがいそうな気がするんでね、外します。よし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 、アンチに入ってくるぞ。正面の建物に入ろうか。よし。おい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 。ここにいてね。よし。様子見。まあバトロワは、まあ、少しはね余裕を持ってゲームプレイすることができているんですけれどね、一応ねバトロワでも4本指にしてます。まあ、両方ともね操作を、同じ操作にした方がいいのかなと思っているんで、若干ボタンの位置が違いますけどね、さてこれでまたどこに変わるか、どこになるか。よし、拡大してまた手前のこの付近まで走り、ああなんだなんだ、走ればいいか。よし、ちょっとこやばいから、トップ10には入りたいな。まだキル数少ないんだけど、最小キル数でトップ10に入るという感じかな、おじさんは。よし、ここの建物、よし。さて、どうなるかな。お、10位。ありがとうございます。トップ10には入れました。まだマスター1ですからね。マスター1かな、マスター2かな。まだそのぐらいですからね。もっと上を目指していきたいですね。今日はね4月2日の土曜日です。明日日曜日はね地元でやぶさめが行われるのでね、やぶさめを見に行こうかなと、まあ撮影しようかなと思っているところでございます。まあいつも春になるとね4月3日かな、いつもやぶさめが行われてるんで、はあ、もうビデオカメラ担いで撮影に行くのはね、ほんと久しぶりになるかもしれませんね。1年ぶりぐらいかな。ほとんどスマートフォンなんかで撮影することが多いんだけど、やぶさめはね、きれいに撮りたいんで、
ビデオカメラ担いでいこうかなと思ってます。結構人が多いんですよね。午後の1時半ぐらいからあるんですけど、もうお昼前からね、いい場所を取るために人がいっぱい来てるんで大変です。まあ楽しんでいきたいと思います。またね、新年度に入ったんで、このゲームチャンネルでもね、ライブやりたいなとは思っているところでございます。で、ライブするんやったら、スマートフォンでやったらいいのか、スマートフォンと、OBS つないで配信した方がいいのか、ちょっとね、一回テスト配信で、2つのバージョン、スマートフォンでライブ配信するのと、OBS を通じてライブ配信するのと、テスト配信をね、近いうちにやってみたいと思います。よいしょ、これでまた移動しないといけないな。お、あと4人だな。恐る恐る。移動しましょう。3人。あ、やばいやばいやばい。あっちに行ったな。CBR4 アメーバーか。向こうが1枚上手でした。まあ、はい、いいでしょう。お疲れさんでございます。あ、マスター2か今。はーい、バトロワでもね、レジェンドを目指して頑張ってやっていきたいと思います。よいしょ。これグリーンのボタン関係ないんですよね。これグリーンのはスマートフォンのボタンなんだけど、たまにグリーンがつくんだよね。これマイクとかを使ってますよみたいな、印だと思うんですけどね。なんでこんなのつくんだろう。紛らわしいですよね。はい、よいしょ。ということで、今日はね、バトロワやってみました。あと一歩ですね。惜しかったでございますけどね、バトロワも楽しみながらやっていきたいと思います。はい、ということで、今回は短いんですけど、この件で終わりにしたいと思います。ほんじゃまた、まったりおじさんゲーマーでございました。